続いては情報ナビのコーナーです。今週は世界遺産田島弥平旧宅の話題です。ゲストの方をご紹介しましょう。伊勢崎市役所文化財保護課の枠美代さんにお越しいただいております。枠さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして今週はこの田島弥平旧宅の PR キャラクター、桑丸くんにもね、お越しいただいております。桑丸くん、よろしくね。さあ、あの伊勢崎市内のイベントでは枠さんも、桑丸くんはね、はい、もうかなり重宝されてますね。そうですね、大人気でもう引っ張りだこです、はい、そんな桑丸くんとともにねお伝えしてまいりたいと思いますが、はい、さて枠さん、はい、田島弥平旧宅といいますと、はい、もう世界遺産となりまして、はい、まあ、随分ねこの県内外からも訪れている方多いかと思うんですけれども、はいはい、改めてこう概要について教えていただけますか。はい、はい、田島弥平旧宅は、平成24年に国史跡になりまして、はい、26年に富岡製糸場と絹産業遺産群の構成資産として、世界文化遺産に登録されている史跡になります。そうですね、はい、あの田島弥平旧宅といいますと、やっぱりこのお蚕さんを、ね、はい、飼育する上で、ね、はい、いろいろな、まあ、技術が、ね、はい、詰まった建物ですけれども、はい、こちらについてもちょっと教えていただけますか。あ、はい、はい、ですね、幕末から明治にかけて、うん、まあ、病気のないあの元気な有料な蚕の卵を生産する技法である、はい、生療育という、ね、うん、ものを体系的に、完成させまして、はい、近代以降の養蚕建物の原型を考案して、まあ、近代養蚕飼育法の確立を図った、田島弥平のお家、住んでいたお家ということですね。そうですね、はい、まあ、非常に貴重な建物となっているんですが、はい、さて枠さん、今回は特別な公開があるということなんですね、はいはいはい、これはどんなところの公開なんでしょうか。はい、はい、田島弥平旧宅の母屋1階の上段の間という部屋があるんですけれども、はい、その部屋を、毎月第3日曜日に限って、公開することになっております。なるほど、はい、これはなぜそういったところを公開しようということになったんでしょうか。はい、はい、あの上段の間自体は、うん、まあ、母屋の1階の南側にありまして、はい、あのまた田島家の中、うん、母屋の中でも一番いい、うん、お客様を迎える一番いいお部屋ということですね。そうそうそう、ですのでせっかくあの見学に来ていただいた方々にも、うんうん、ぜひそういった一番いいお部屋を見ていただきたいということもありまして公開することになりました。まあ、南ということは結構日当たりもよくってね、はいはい、なるほど、貴重なところを見られるということになると、はい、まあ、主や1階上段の間というところなんですけれども、はいはい、結構中は広いんですか。そうですね、はい、10畳まで、あと西側に床の間がついています。うん、なるほどね、はい、まあ、庭に面しているということで非常に入りやすい、はい、まあ、そういったところも今回は、まあ、公開されるとね、はい、いうわけです、はい、あのこういったところにもあのお蚕様を守る上で、はい、まあ、非常にさまざまな工夫がね、はい、されているわけですね、はい、この工夫に関してもちょっと具体的に教えてほしいんですけども、はい、はい、一つは、うん、あの洪水対策ということですね。なるほど、まず蚕だけでなく、まあ、人も住んでいる建物ですから、はい、うん、まあ、島村は利根川のほとりということで、うん、明治時代というのは、ね、洪水が非常に多かったんですけれども、はい、その洪水から守る工夫というのがされています。建物自体を、うん、浅間石での石積みで作った基壇というものの上に少しかさ上げして建物を建てているのがまず一つ目の工夫ですね、はい、はい、それから家の中、うん、とこの上段の間にもあるんですけれども、うん、入ってみると、うん、あの壁だとか、はい、あとは押し入れだとかそういった、あの作り付けの棚だとか何もない状態なんですね、はい、そうそうそう、みんな襖ですとか、うん、障子で、うん、仕切っている状態なんですね。それはなぜかって言いますと、うん、もし川の洪水の水が家の中に入ってきた場合に、はい、水を流して、はい、水の抵抗から、うん、力から家を守るっていう工夫がされているんですね。あのその畳を外してみると何かが書かれていた、はい、はい、
そうですね、これは建物の調査をした時に分かったんですけれども、はい、畳を外して床板を出してみると、ちょうど部屋の真ん中あたりに、炉の跡が2つ東西南北に並んで出てきました。はい、できちんと蓋石で蓋をしてあった状態なんですけれども、はい、見てみます、裏を開けてみますと、ちゃんと墨で書かれていまして、はい、どの位置にこの蓋板を置くっていうのが書かれていたりですとか、はい、あとは、それを作った大工さんの名前、うん、明治21年12月っていう日付が出てきました。はい、まあ、こういったところも、まあ、当然そのお蚕さん、はいはい、と密接にこれ関わりがあるわけですよね。はい、そうですね、ちょうどこの明治21年という時代が、はい、この弥平が考案した清涼育という、うん、自然に近い形で蚕を飼うという飼育方法から、うん、今度は藤岡の高山社、はい、同じく世界遺産になっているところですね、はい、高山長五郎が、考案した清音育にちょうど変わっていく時期なんですね。うん、そのちょうど弥平もその清音育というのを自分の家の中にも取り入れて、うん、でより良い蚕の飼育方法を選んでいったのではないかと考えられるところなんですね。はい、そして今回和久さん、はい、この、まあ、上段の間以外にも、はいはい、同時公開されるものもあるということですね。はいはい、そうですね、うん、近隣の、新生館という、はいはい、これ屋号なんですけれども、うん、やはり田島弥平旧宅と同じくらい幕末の時期に建てられた、大型の養蚕建物のお家なんですけれども、はい、こちらも、2階と櫓の部分を、公開してくださるということですね。なるほど、はい、まあ、こちらも無料でね、はい、見られるということですから、はい、まあ、見学時間午前10時から午後4時までということですから、はい、この新生館もね、ぜひ皆さんご覧になっていただきたいと思います。はい、では最後に和久さんから PR もお願いします。はい、田島弥平旧宅は今年世界遺産登録から、3年目を迎えます。少しずつなんですけれども、公開場所を広げて、いらっしゃる方々に、いろんなところを見ていただきたいと思っています。また、近隣の、お家も公開されていたり、またおもてなし広場があったりと、地区の住民の方々と一緒になって、盛り上げていこうと思っていますので、これからいい時期を迎えますので、ぜひたくさんの方にいらしていただきたいと思います。今週の情報ナビは世界遺産田島弥平旧宅の話題ということで、伊勢崎市役所文化財法課の和久さん、そして桑丸くんにも、ね、お越しいただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。